はい、今週も始まりましたザ・レスポンスポッドキャストナビゲーターの高木です。山田です。はい、先週に引き続き、山田に登場いただいてよろしくお願いします。まあ、先週のなんか続きを話したいという感じで、前回は終わったんですけど、まあすね、思い出せないというので残念ながら今日は涼しいこと覚えてる人いなかったから言わへんかったらそのね忘れてるとかしボケツを覚えてるっていう。なるほど、なるほど。老化がすごいねだから思い出せないはい、はい、最近どうですか？なんか最近映画って先週もそれやったけど雑に語ってた最近そのなんか、まあ、仕事も、さっきなんかこう、仕事の話仕事なんかしたっけなんかもう、まあいいか、はい、プライベートというか、家庭でなんか、なんかあります？家庭でなんかあります？家庭でなんかあります？最近そうですね、家庭、まあ、普通に、どっちか言ったら僕は、あの、はいはい、普通に4人家族で、うん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 、あの、普通に家に帰って毎日住んでるけど、はい、最近子供生まれてあ、そうですね、6月に第一子というか、ね、かなりおめでたいけど、そうですね、でまだまだ、ね、もちろん0歳で、そうですね、っていうところだけど、あの今月家帰らないとそんなんじゃなかったっけ、やばいと思ってる。今月家帰れないっていうのがあって、まあ、先週、まあ帰れたんですけど、娘に毎日帰るよって話をするやったら、だけど今月帰れないスパンがそうです。今週これでもうあの全国の主婦たちが、あ本当ですね。お前マジか。いやでもレスポンスのお客さんは結構その共感してもらえるじゃないですかね。確かにそうかもしれない。1ヶ月はでもそうで長いと思うね。ああなるほどなるほど。結構僕週末婚をやってて毎週こう土日だけ、帰るというか。そもそもがそうやもんね。そうですそうですそうです。結婚してからもそうですし。新婚からずっとそう。あそうですそうですそうです。なんでそんなにしたの？いやそんなんって別に批判してるわけじゃないけど、はい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 、ちょっとこう特殊な決断をしてる感じや。そうですそうです。なんか、まあ、今住んでるとこが会社から大体10分ぐらいのとこに今僕一人一人で住んでるんですけど、まあ、奥さんは結構実家で、まあ、2世帯というかっていう感じですね。ああなるほどなるほど、はいはいはい、で2世帯、まあ、僕マスオさん的な感じで行ってるわけね。あそうですそうですそうです。で奥さんは一人なわけじゃなくて、あそうですそうですそうです、実家にまあまあ別に家族と一緒に住んでると。あそうです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 。で、お互いその、まあ、仕事がすごい好きで、まあ、その仕事を優先しようみたいな。じゃあ、 あの子供がいなかった時は2人ともバリバリ仕事してたみたいな。あそうですそうですそうです。バリバリ奥さんも日曜以外休みなしで、へー、感じでずっと働いてて、まあ、僕もずっと働いてみたいな感じですけど、まあ、娘が生まれてから奥さんは今その家で、まあ、子育てしてみたいな。で僕は外で仕事するという感じで、まあ、週末婚という感じなんですけど、ちょっと今月はあの他の社外のセミナーに行ったり、その学びにね、あそうです、勉強しに行くのと、再来週はなんか新人合宿みたいなのが、最近こう新人がすごいたくさん入ってるんで、ね、あそうですそうです、20人から30人ぐらいで合宿をするみたいな感じで行くっていうので、まあ、土日月ですかね、まあ、3日間行くっていうので普通行けないと。でその次の週はセミナーが東京であるんで、自分がやる、あそう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 、僕がやるセミナーがあるんで、土曜日までなんて、まあ、とりあえず日曜日は帰れるなみたいな感じで1ヶ月間会えないと。その生まれたての0歳の、あそうです、めちゃくちゃ可愛いですよね説得力があるのかよくわからないです。めちゃくちゃ会いたいというこのジャッジはまあ聞いてる、あそうですね、聞いていただいてる方に本当に可愛いと思ってるのかっていう、あもうでも毎日写真とか動画を送ってもらってるんで、なるほど、それスルーしてるわけだな。あ全然ちょっとそれが楽しみでずっと見てます、ね、マジでめちゃくちゃ楽しみですね。本当に可愛いなというのはあるんですけど仕事も大事という感じで、まあ、奥さんがまあその方がいいんじゃないみたいなんで、あそうなの、そうそうそう、それ珍しい感じがする、ね、なんかもう全然東京出張行けばみたいな、東京一人で全然単身赴任行ってもいいしみたいな、1ヶ月とか会わんでもいいでみたいな感じなので、なるほど、こうオッケーオッケーみたいな感じな、あそうそう、全然向こうはもうリリースみたいな感じ、なるほど、固めてこいみたいな、あそうそうそう、だ仕事の方が大事やからみたいな感じで、うん、あのリリースって感じで、ね、リリースされてるのね、そうそうそう、僕はリリースされてる、全然帰ってこんでもいいぞみたいな、あ本当にそんな感じですね、1年とか会わんでもいけるんちゃうみたいな、なるほど、リリースも言うと飛行士やんみたいな、向こ
栄養なんか別によくわからないでも子供は会いたいかもしれないね。あ、そうですね、子供は会いたいかもしれないですね、うん、だからもうちょっと島本さん帰ってきたらなるで。いや本当ですよ、で働きすぎたらそうなるなと思って、まあ、あの小川にもこう社長の小川さんね、あ、そうそうそう、社長の小川も心配してると。なるほど、その間びっくりするゼロ歳だから大丈夫子供の影響、3歳までですかね、確か3歳までの父親との関係が社会性にすごい関係するみたいな話を、もうなるほど、してて、いや、なんかその詳しくは知らないですけど、うん、だからその3歳までの、父親との、それ言うわ、あ、そういうふうに言う、ほんで、あ、そうです、突然お母さん、お母さんやったら、突然お父さん、お父さんになるタイミングがあると。へー、なんかその3歳までがの父親との関係が結構社会、その子供の社会性にすごい影響を及ぼすみたいなのがあるから、社会がない今ほら、あ、そう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 とか言っといてだから3歳までの時はすごい大事やから、ちゃんと時間過ごさんとダメやでっていうのを小川さんに言われて、母って思って仕事するっていう全然言う母と思ってない仕事するなっていうので、こう仕事をするっていう感じですね、一応こう、まあ、うまくはいってるというか、そうですね、そうです、そうです、でもなんかこの間ちょっと熱出して入院しちゃったんで、外出ができないっていうのがあったんですけど、え、その子供が、娘が、そうです、結構やばいよね、0歳の子供、あ、そうです、3ヶ月未満で熱出すと、もうその病気が何かわからないから入院、うんうん、っていうか検査入院して、あ、そうね、そうです、そうです、やるんですけど、入院してたの、あ、そうです、入院2、3日ですかね、入院して、まあ、 普通の熱っていうので終わったのは終わったんですけど、その時は平日あの病院毎日通ってたんですけど、あ、そういうことね、そういう時は、あ、そういう時は全然、そうそうそう、緊急事態なんで、娘の緊急事態の時はそれはもちろんいいんだけど、健全の時は任せたと、そっかそっか、ピンチの時は帰る、あ、もちろんもちろん、それをそこ帰るっていう感じ、なるほど、オフィスにも来ない、じゃあちょっとまあ一安心、ああ、そうそうそう、じゃあそんだけ仕事してると、あ、そうですね、働くことが好きだということで働いてるっていう感じなんですじゃあ最近こう、まあ、セミナー講師とかもやってるんで、仕事で、はいはい、じゃあ発見したことというか、仕事で発見したこと、はい、まあ、こんだけね仕事してて気づきがないというと、なか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 エグいだなラストのプレッシャーをかけてます無理がプレッシャーをかけてます、はいはいはい、確かに確かに、この間なんかその東京でまあセミナーをさせていただいて、社長向けっていうので、まあ、セミナーをしたんですけど、社長さん向けにその、まあ、そのワークをやったんですけど、ワークの中で理想のお客さん誰かみたいなのを見つけた方がいいですよみたいなのを、社長さんのビジネスで、あ、そうです、そうです、そうです、その、まあ、ケネディのメソッドみたいな感じなんですけど、まあ、その理想のお客さんをこう探せというか、ちゃんと明確にしろと、うん、で何かっていうと、そのお客さんとビジネスはまあ両輪だから、結局そのお客さんがお金を払ってくれることでビジネスは成り立つから、うん、お金を払ってくれる人がいい人だとそのビジネスはまあうまくいくというか、いい人、いい人っていうか、その自分の好きな人とやるとずっとそのビジネス自体は楽しいけ ど、 あ、なるほど、そのなんか嫌いな人というか、もうずっとまあネギでこう安いやつしか買わなくてクレームばっかり言う人と、ずっとビジネスをしていくと一生そのビジネスはこうしんどいというか辛いから、まあ、その自分がどういう人と付き合いたいのかっていうのをまあ明確にしろみたいなのケネディのやつで、まあ、でそれをお客さんに伝えて、で、あ、それすごい学びになりましたって言って、でやってもらったのね、そうです、そうです、そうです、やってもらって、その後一応感想をいただいたんですけど、うん、その時にこう出てたその理想のお客さんは誰かっていうワークと、うん、あ、その時にその探す時にどういうふうにアプローチしたらいいかみたいなのをこう教えてもらったのか、理想のお客さんをどういうふうにして定義していったらいいかというか、あ、そうです、そうです、そうです、みたいなんでこうすごい学びになりましたっていうのが書いてあったのが、その理想のお客さんが誰かっていうのを明確じゃない人が結構多いかなというか、そもそもそのビジネスはしてるけど本当に好きな人が誰かとか、どういう人とやりたいみたいなのが分からない場合は、その今の既存のお客さんで一緒に付き合って楽しい人に、あなたがこう理想のお客さんなんで話聞かせてくださいみたいなんで、アプローチしてくださいって話をしたんですよね。そうしたら結構話を聞いてくれるみたいな、え、そのセミナー会場というのはわけじゃなくて、帰ってからもそれ続くわけ、あ、そうです、そうです、帰ってから実際にやってくださいと、自分の好きな人とか、まあ、付き合いたいというかね、好きなお客さんがいるのやったら、その人に対して自分はこの会社をやってて、自分のその会社のうちに、まあ、会社の中でお客さんが一番好きやから、あなたのことをもっと知りたいと、だから話聞かせてほしいっていうアプローチというか、まあ、一言言うだけで全然話聞かせてもらえるんで、やってみてくださいっていう話、嫌がられないですよっていうこと、ね、あ、そうです、そうです、心よく引き受けてもらえる、そうです、そうです、そうです、っていう話をしたら、それがすごい良かった、
実際そのあんまり今までなかったから、やったことないし、うんうん、実際やってみたら心よく受けてもらった。あ、そうです、実際なんか前にグルコンをやった時にこう実際その、そのリサーチというか、あ、そうです、そうです、他の、まあ、全く違うお客さんいたんですけど、リサーチをするときにこの理想のお客さん誰かみたいなんで、でも自分のビジネスには理想のお客さんというか、こうなんか聞いても多分答えてくれない人が多いですみたいな、内向的なお客さんばっかりなんで、あ、その理想のお客さんにもちょっと話聞かせてくださいって言っても、うん、多分無理、NG を出されるみたいな、多分無理ですみたいな、僕も内向的やし、もうあんまり明るい人じゃないんでみたいな話どんなお客さん興味ない暗いみたいな、ただそのうちの、お客さんの中で理想のお客さんというか一緒にビジネスやっていきたいんで、ちょっと話聞かせてもらえませんかって言って アポ取ったら2時間3時間ぐらいずっと喋ってくれたみたいな話を、前そのグループコーチが聞いてたんで、それを実際やってくださいって言ったら、それのアプローチの仕方がすごい学びになりましたっていう話を、まあ、もらったという感じです。で、気づきは高木君、僕の中の気づき、気づきっていう話じゃなかったっけほんまや自分で気づいて、うん、それがすごい意外だったんだなっていうか、当たり前のことかなって思ってた。そういうことを切り替えてなるほど、そう、マーケターとしては当然というかね、自分はやってるけど、あ、そうです、そうです、リサーチするときに、まあ、そのペルソナというかね、自分の、ね、こう販売する人にこうインタビューしたりとかするときにこう使う、僕らはね、そのマーケティングがメインの、完全にメインというか、う80%、90% それやってるんで、それ普通やけど、うんうん、普通の社長さんはこう、ね、サービス提供したりとかっていうのの一部やから、そうですね、そこまでね、うんうんうん、やれてないというか、ことが多かったところに、あ、こういうふうに効率的にいけるんやなっていうのが良かったと。そうですね、それが結構意外だったんだなみたいなんで、たまに結構こう聞かれるのが、この、まあ、センスライティングとかやっていくと、こうリサーチどうしたらいいかみたいなのが、うん、結構よくある、ね、あるというか、あると何リサーチしたらいいか分からへんとか、なんやろ、どこまでやったらいいんですか、うん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 、みたいな話があったと思うんですけど、リサーチってこうどういうふうにやるのがベストとかって何かあります、山さんの中でこうやったらいいよねなるほどそうやね、リサーチどうやったらいいか、そう、何段階かリサーチはでも分かれてる、そのリサーチって一言で言っても、うんうん、お客さんにインタビューするっていう時は、うんうんうん、僕が一番こう何て言うかな、多分メインで知りたいのは、はい、なんで買ったんかっていう、なんで買ったのか、なんで買ったんかっていう、その何、はい、て言うの、コアな理由というか、うーん、例えばセールスライティングをやり始めようと思って本買って、まあいろいろ買ってくれはりましたって、はい、なったとしても、セルフサイティングなんで本当にやり始めた理由一つ言うとしたら何ですかって言っても、多分パッとはなんでやろうなって、なんか多分普通やと思うんだけど、それをこうあの手この手で聞いていくみたいなのが、多分僕は一番メインにやろうとしてるのは多分それ。なるほどなるほど、それをやるとこう 何がいいというか、 どういうのが出てくるっていうか、先生だって書くときに、はいはい、例えばそれで、まあ、僕とかやったら、その一番、まあ、この技術を磨いていけば食いっぱぐれることはないなみたいなところと、うん、あとは自分一人の腕次第とか、まあ、はいはいはい、社会性ではないので自分一人でやっていきたいみたいな欲が強いんで、はいはいはい、多分そこの2つが結構大きかったので、じゃあもしそれなんやったら、そういうことがちゃんとできるようになりますよというのを先生方でちゃんとアピールするっていう、何をアピールしたらいいかっていうのをこう見定めるという、なるほどな、結構それでも難しいというか、いや結構だから1回で、はい、だから3人ぐらいは聞いて、あ、すごい、でも自分でも多分こういうことちゃうかなとかっていう予想を持って聞いていって、あ、はいはい、外れた当たったみたいなとか、もっと深く聞かなあかんなとか、なんかそういう感じ。なるほどなるほど、その時って結構その商品リサーチも結構もう終わってる段階というか、あ、商品リサーチは多分ざっくりは終わってる、ああ、その、ものすごい細かくちゃんとこうなんていうのかな、やる前だけど、ざーっとちゃんとやって、うん、あ、こういうこと、お客さんがこういう形の人がいると、うん、でこういう風になったって言ってくれた、確か大体こうかなと思って、うん、すごいこうディティールを聞きに行くって言ったらあれやけど、教えてもらいに行くっていうのをもらってるのかなみたいな、あ、はい、お客さんにインタビューするときはね、なるほど。であとは、まあ、別の全然別の観点でいくと、じゃあこういうアピールをしようというふうに
それでまあ決まったとして、はいはいはい、じゃあこういうふうに言っていこうかなってなった時には、その例えば証拠がいるとか、あそうなったらその証拠ないかなみたいなサーチもするし、もうすでに持ってる時もあるけどね、こういう何個かこうパターンというかリサーチって一口に言ってもいろいろこういこうと思ってたけど競合を見たらこうやしとかいう時もあるし、ああはい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 、結構リサーチ難しいですよね、簡単ではない。えどうなんですかね、どうなんですかね、なんか僕も難しかった、そうですよね、なんか僕もなんか一回山田さんになんかこうリサーチどういうプロセスでやるんですかみたいな質問した時に違うこと言ったらいいなんかじゃあリサーチゴールがあるのかみたいな話で、確かどこまでやったらいいのかみたいな、実際お客さんが聞かれたと、どうなんですかって聞いたら、いやリサーチは答えが出るまでリサーチするって、そのなんかアイディアが出るまで探すみたいなのを聞いて、なるほど、そうですね、そのなんていうのセールスセター書くのが、うんうんうん、書き上げるのがそのリサーチやってる目的なんで、そうですね、書き上がったらリサーチ終了終わり書き上げるだけの素材が見つかったら終わり、実際書いてみてよかったらいい、そうそうそうですよね、そうそうそう、ただそれだけ、ゴールがやっぱこう分からんというか、やっぱ何ですかね、明確なものないじゃないですか、正解って結局出してみれば分からんみたいなのもありますし、まあそうだね、どこが正解かみたいなのもやっぱ分からないけど、どこまでやったらいいのかっていうのはもうその先生とか出来上がるまでやる、そうそうそう、自分がまあこれで一回試してみようと思えるセールスセンターが出来上がるまで、そのなんか線引きみたいなのってあるんですかね、線引き、そのこの辺いけたらみたいな、この人によってなんか違うと思う、いや線引きは時間、ああ締め切り、はいはいはい、永遠にやってたよ別に、あ時間が永遠にあるんやったら、うんうんうん、永遠にやってるけど、うん、無理って言うと、もうここでやるって決まってるから、あ途中からもうやっぱりそんなにかな、ここを、まあ、リリースするのが売り出すのがここやから、はいはいはい、2日前とか3日前にはもうできてなあかんってなるから、急にその 2,3 時くらい前になったらものすごく書くのは書き出すっていう、あなるほど、それまでちょっとこう、はいはいはい、こうかなあかなとかっていう一文字も書かんでやってるのが急に書き出す、なるほどなるほど、でもそれができてからというか、なんかスピード乗ってからの結構素材が集まったりとかする感じなんですかね、それは書き出してるのは、はいはい、もう今思ってる一番これがいいかなとかマシやなっていうのを出してるだけ、はい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 、完成したってわけではない、そう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 、完成したってあんまりうわっしゃーみたいなのはあんのかなっていう感じ、ああそうなんですね、うん、はいはい、まあまあもう締め切りやからこれでいこうみたいな感じが、なるほどなるほど、まあまあ結構まあいいかなみたいなぐらい、うん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 、じゃあそのリサーチのゴールというかは、結局とりあえずデッドラインを決めろみたいな感じになるんですよね、まあ、そうなるんじゃない、そのあれでいくと、まあ、でもまあ実際決まってると思うけどね、その決めろっていうより、あその無理やん、例えば、はい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 、セールスライターと仕事を受けたら、うんうん、クライアントさんが何いつ出すって決まってるから、まあ、確かに、で自分が何個か仕事を持ってたりしたら、デッドラインも勝手に決まっていくんですね、そうで出せへんっていうのは一番最悪やから、うん、確かに確かに、それはそうですね、それは最悪です、それ最悪やもうごめんなさいみたいな感じが、そうですね、最悪やから、はいはい、それやったらもうある程度の、まあ、自分ではもうかなり納得いかへんけど、ちゃんと完成させて、でもこれはまだほんまはまだまだやりたいんで、はいはい、どうのこうのみたいな言いながら出すんでもいいかもしれんけど、まだ、はいはい、その前受けた仕事で、うんうん、ほんまもっとやりたかったからちょっとこうやるんで、そこからはやらせてもらいますでもいいし、それが売れてしまうときも、はいはい、自分が自分がみたいな思ってたやつがめっちゃ売れる時ある、はいはいはい、それは分からへんけど、はいはい、やっぱりこうこだわりすぎてた、ああなるほど、職人というか、そうなんかちょっとこう入り組んでしまうのかもしれない、なるほどなるほど、そういうのもあると、そういうのもある、さーって書いたやつめっちゃ売れるっていう、あそれは結構ありますよね、なんかむっちゃ時間かけたやつ全然売れないそれはそれは確かあるあるですね、はい、なるほど、はいはい、じゃあ、まあ、リサーチするときはデッドライン決めると、そうですね、決まってるけど、ね、そうです ね、 感じですかね、だからリサーチはどこまで、なんかあのなんすか、普通ライティングのことやるときってなんかリサーチやって、うんうんうん、ライティングやって、編集やって、はい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 、完成みたいなのあるじゃないですか、はいはいはい、あれの図だけ見るとなんか直線に並んでるように
見えるんですけど、はい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 、あの何回も戻るというかぐる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 確かに確かに回る感じなんで、だからリサーチやってなんかそれで書いてみて、うん、これをこのパーツなんか使えるなとかって置いとくときもあるし、ぐる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 回して自分でこうブレッドとかをいっぱい書いてみてどうヘッドライトをしようかなとか、確かに確かに、なんかこうあんまり直線で考えない方が多分いいような気がします。確かにそれは直線通りに行ったことはあんまりないかもしれないです。ないっすね。一回もないかもしれない。何回かこうやってリサーチした素材でなんかテンプレ使ってちょっと書いてみて、なんかレビューもらってもうちょっとこうした方がいいんじゃないかみたいなね、ごめん回って結局デッドライン来てこれでいくか、もうやるしかないみたいな感じですかね。確かにそうかもしれないですね。明確なあれはないというか、いうふうにでやってもらった方がいいかな。そう、綺麗にはいかない、まあ、リサーチからいかないといけないっていうので、あれで順番は合ってるんですけど、そんなこうリサーチが終わって次のフェーズのライティングみたいな感じじゃない。なるほど、まあ、確かにそうですね。実際やってる感じはそうですもんね。でライティングやって、あ、ここ証拠全くないけどこれじゃ あの全然説得力ないわってなって、そこの証拠ないかなって調べに行くのが全然あるから。確かに確かに、そうですね、はい、その辺がこう結構明確になったら、明確というかその考え方がなかった人からしたらすごいこうかもしれないですね。そうですね、明確にこうきっちりやりたい人はやっぱり中にはいらっしゃるじゃないですか。順番通りっていうのはちょっときついかなという。なるほど。じゃあライティングの時は全部やるというか。まとめがない。ないって。どこをまとめればいいのかという感じですけど。いや、まあリサーチ、ライティング、エディティングというかその編集みたいな順番でいきますけど、もう全然行ったり来たりしますよ。はいはいはい、でリサーチする目的は。先生ったら書き上げることなんで、書き上げるためにまあアイデアがいたりとか証拠がいたりとか言いますけど、じゃあ実際書いてみて完成したらそれでリサーチは終わりですけど、書いてみてこれ足りひんってなったらリサーチしないといけないんで、書き上げることが目的で書き上げたらリサーチも終了ですっていうふうに思ってもらうといいんじゃないかと。長かったけどね、ちょっと長かったから、はい、今日は結構内容が濃いですね、比べて前回に比べるとね、まあ、これが人気があるかどうかは知らないけど、真面目な内容はね、誰も、あの、フェイスブックじゃない、その、このポッドキャストとか、昔、何年かやってたけど、その真面目な内容、あの内容良かったですって言われたこと一回もないから、ふざけてるやつは、あれは見ましたもんね、しか言われない。前回のはめちゃくちゃふざけてたんで、前回ちょっとあれはね、ちょっと危ない、危ない、ギリギリラインかなと、出せるのかという。そうですね、フォーム的にそうです。YouTube から切られるんじゃないかそこまでいかないかね。まあそうですね、そういう感じやと喋ってきたけど、そうですね、はい、はい、じゃあ今週はこんな感じで終わりますので、はいはい、じゃあ来週も楽しみにしててください。ありがとうございました。